はい、テルノアの日本担当の高橋幸恵と申します。テルノアはフランスの、レイヤー1のブロックチェーンで、ユーティリティ NFT とプライバシーに特化したものになっています。で、もちろん NFT コレクションとかは得意なところなんですけれども、ユーティリティ NFT になりますので、NFT を使って、ゲームの中で何をするかとか、サプライチェーンの中で何をするか、そういったこう実需みたいなところに力を入れてます。らしいですよね。どんなところ、ブロックチェーンとかWeb3のどんなところにワクワクされてますか？ですね、やっぱり、今の、ちょっと待ってくださいね。どこにワクワクしてるのかな、私。あ、いいですか？NFT の特化型のブロックチェーンなので、やっぱりゲームとかに携わる機会が今のところ多くてですね、その中で、ユーザーの方が、積極的に参加していけるというところはすごく、ワクワクしています。やっぱり今までだと、なんかゲーム1時間までで、1時間遊んだら宿題しなさいとか言われてたと思うんですけど、今だと、何時間も遊んでももしかしたら稼げちゃうかもしれないですし、自分の土地が持てちゃうかもしれないですし、自分の、AI ロボットが作れちゃうかもしれないですし、ゲームの中にこう無限の可能性があって、そういったところでちゃんと報酬も支払えますし、そういったところが、ワクワクしてます。おー、素晴らしい、ありがとうございます。最後に NFT スタジオ24